古東駅前にて、貸切車宇部市交通局は、山口県宇部市を中心にバスを運行する、地方公営企業。通称宇部市 A バス。本局は、宇部市大わざぜんは自由、名203から92位置する。本校では、宇部市総務課の運営する廃止代替バスについても、記す。車両の配置は本局のみ。新川営業所は、宇部新川駅前にあり。 乗車券、定期券、高速バス乗車券を販売し、異質物も,も取り扱う。土日を含めた7時30分 -18、3 2窓口営業を行っている。このほか常頭町5番5号に、常頭案内所を置いていたが2012年3月31日をもって閉鎖された。常頭案内所は、かつての交通局の一部で、バス駐車スペースがあり、乗車券、 定期券販売業務を行っており、現在の上警察署の敷地にまたがって存在していた。2013年10月1日から臨時便を除くすべての便に路線番号を導入した。ターミナルである上新川駅を中心に旧方面に区分した行き先エリアの漢字1文字と2桁の数字からなるもので、運行経路、行き先ごとにすべて異なる路線番号が付与される。なお、 新山口線、山口宇部空港線については、従来の特急急行表記を活かしたものとした。2017年10月1日には、路線の再編を伴うダイヤ改正を実施。市中心部から東西南北方向に20分から30分間隔で運行する主要幹線を設定し、路線番号も主要幹線は、アルファベットと一桁の数字、それ以外の路線は、 二桁の数字に変更された。空港連絡バス空港連絡バス特急、白鳥号県内唯一のハイブリッドバスかつては、東の文字が与えられていた。かつては、北、あ、日の文字が与えられていた。かつては、西、小の文字が与えられていた。市代体バスの車両宇部市では、交通事業とは別に、宇部市総合政策部企画課が主体となった。 代替バスの運行も行っている。小野地区の交通利便性を図るためのものであるが、路線の一部が山口市域にかかっており、山口市の代替路線としての位置づけもある。一部区間が上市交通局の路線と重複しているが、共通乗車はできない。当初は交通局の路線と異なり、道路運送法の規定に基づく、 自家用自動車による優勝運送での運行であった。車両は、上べ交通局と別のオリジナル塗装。2008年3月より燃料を食料俳優から生成したバイオディーゼル燃料のみで運行していたが、2012年3月より運行が上べ交通局に委託され、車両もオレンジ食基調のオリジナル塗装の日のポンチョに置き換えられた。かつては、 古藤駅を拠点とした運転が行われていたが、2009年10月1日に路線の大幅な見直しが行われ、山口市駅の下川駅を拠点とした運行に改められている。上市へのエコ定期での乗車が可能。なお、九屈の基調駅では、船鉄バスによる廃止代替バスが運行されている。区間運転及び直通運転あり。 再編前の路線2009年の再編前の路線は以下の通りであった。山口市域のほか合併前の小郷町にも乗り入れていた。ありがとうございます。